藤原桃川は奈良時代の苦行。署名は小田ろ。藤原指揮家の祖である。三位、藤原馬会の八王。官位は十三位。三位、増称一位、大乗大臣。天平法寺三年1五位下に助釈し、天平法寺七年地部省有に任ぜられる。小徳町に入り、天平神5元年左中弁に占ると、後自重、右表へただし、 内住大介など養殖を検体する傍らで、天平神語2年生5位した、神語慶雲2年十4位した、神語慶雲3年十4位以上と急速に昇進を果たす。同年に発生した宇佐八幡宮、新宅事件においても、道京への行為継承阻止派として、藤原長寺ともに、小田麻呂の暗躍があったと言われる。この頃の有田麻呂は、律令官人としての優れた資質によって、 聖徳天皇や、道教に徴用されて、左中弁、自重、内樹大輔として、政権の中枢に参加する一方で、新託事件によって配慮された、和家清丸のために密かに仕送りを続けるなど、激動する政界において巧みに振る舞ってきた。神後慶雲四年、聖徳天皇が孔子を定めないまま崩御した際、天武系の分野の清三次で、 ふんやの大市を襲おうとした右大臣、きびまきびを出し抜いて、いとこの左大臣、藤原長手や兄の三義、藤原義継と図って、講師を定めた、聖徳天皇の戦名を偽造するなど、展示系の白壁応用率に尽力したとされる。なお、新宅事件から、白壁応用率に至る時期に、小田麻呂が暗躍されたとする記事については、日本気楽、不相略記に引用された。 藤原桃川殿以降に見られるが、俗に本気には見られないため、口述する官武立大使の事情が誤って語られたものであるとした説と、概ね事実を反映したものであるとする両説がある。白壁王立大使やとみき大弁に任官、公認天皇の即位に伴い正四位下に除せられ、翌法紀二年には、太宰卒ついで参議に任せられると、用務を務めることとなった。この頃、 桃川と解明する。公認天皇の桃川に対する信頼は非常に厚く、その腹心としてことを委ねられ、内外の政務に関する重要な事項について、感知しないものはなかったという。放棄3年井上内親王が、天皇に対する図書疑惑を理由として、皇后を廃され、公認天皇と井上内親王との愛の子である、おさべ親王も連座して、廃大使となり、 女系としての天武系も途絶することとなる。翌放棄4年、県議により、皇太子に山辺親王を立てる。これら一連の事件は山辺親王の才能を見込んだ、桃川の暗躍によるものとされている。母親が、くだらと来人系、高野新傘である山辺親王にとっては、妨害であったと思われ、親王の桃川に対する信任は、すこぶる厚かった。 放棄十年正月に十三位に寄せられるが、山部新郎の即位を見ることなく、同年七月九日即挙。去年四十八、最終官位は、十三未式部教権中英大将。即日十二位の議会を送られた。菅武友の延略二年増右大臣。公認十四年、淳の天皇即位に伴い、天皇の外祖父として、小一位、大城大臣を追贈された。 幼少より才能にあふれ度量があった。養殖を歴任したが、各官職を勤勉、真面目に努め上げたという。桃川の生涯を検討した木本義信は、桃川の実像を、兄、義次を補佐する、実務家、官僚系であり、政治家として、政権を掌握することには向いていなかったのではと、推測している。なお、9から十世紀の平安時代作とされる、 三木八万宮諸像の拝座像は、この藤原桃川を元にしたものと伝えられており、その木像は現在では手、脚部分が失われてはいるが、胴体部分に厚みがある、堂々とした体育を表し、また顔立ちも、目や口の作りの表現、そして口ひげ、顎ひげの筆跡も残っていて、写実的であり、王子の威厳ある要望を示しているとされる。 三木八万宮は、神護慶雲三年同郷によって、貧乏国に配慮された、和け清まろの姉、宝金が、八幡神を勘定した演技を持ち、桃川、は、宝金の弟、和け清まろを支援した伝承がある。中気のない者は、俗に本気による。中気のない者は、尊卑文脈による。ありがとうございます。